TBS 未来への贈り物。こちらひよこがトレードマークのエステー株式会社。現在その取り組みはさらなる進化を遂げていました。中国をはじめ今やアジア全土で深刻な問題となっている大気汚染。それを解決すべく大気中の汚染物質を無害にするという全く新しい事業をスタート。それは消臭芳香剤の枠を超え空気そのものをきれいにしようという大きな挑戦でした。会社では消臭力をはじめとする製品の開発を R&D センターという施設で行っていますが、同じ建物の中にもう一つの研究施設が、その名も日本香り研究所。ここは2004年自由な発想で香りの効果を研究しようと作られたエステーの子会社なのですが、実は最近ここでの研究から地球上の空気を変えるような新しい製品が生まれていました。エステーの社長を務める鈴木貴子さんに聞くと、大気汚染の主要な要因である二酸化窒素を無害化する、軽減するという効果があるんです。二酸化窒素、それは車の排気ガスなどに多く含まれている有害物質。呼吸器系へ悪影響を及ぼす原因物質とも言われており、今中国から日本にまで被害を及ぼしている PM2.5 にも含まれています。私たちが毎日吸っている空気にも少なからず含まれており、その対策は人が生きていく上で解決しなければならない重大な課題でした。新たに開発したのはそんな課題を解決するような製品。研究を始めたきっかけについて日本香り研究所の金子さんは、空気清浄剤として森があると十分に研究なされてなかったので、その辺とか非常に興味を持ったって次第でございます。着目したのは樹木の作業。森の中はなぜ空気がきれいなのか。研究を始めるにあたり会社では樹木の専門機関独立行政法人森林総合研究所にも協力を依頼、2007年から共同で研究をスタートさせると、偶然にもある樹木から取れる成分が二酸化窒素を無害にできることを突き止めたのです。北海道の特産物でございますトドマツ、トドマツの枝葉の中の精油成分が他の精油に比べて非常に高い空気の浄化力があるってことを発見したわけでございます。その成分はなんと樹木から取れる油。日本では北海道にしか生えていないトドマツの葉っぱや枝から抽出した油でした。当時研究チームは二酸化窒素を通すと色が変わる検知管という器具を使って実験を実施。二酸化窒素を吸い取り色の変化を調べました。何もしていない場合だとこのように黄色く変色。一方トドマツの油を綿に染み込ませ、二酸化窒素がこの綿を通過するように器具をセッティング。すると色の変化は全くなし、二酸化窒素を無害にした証。研究チームは同様の実験を他の木でも繰り返し行いましたが、トドマツの油は他の木の油に比べ二酸化窒素を除去する能力が圧倒的に高いことが分かりました。ではそもそもなぜトドマツの油は二酸化窒素を無害にできるのか。共同で研究を行った森林総合研究所の大平さんに聞くと、非常に強力な物質が
大体 5種類ほど見つかっておりまして、中でもベータフェランドレンという物質がですね、非常に強いということが分かっております。トドマツの葉枝に多く含まれるベータフェランドレンという成分、この成分が空気中で二酸化窒素と結びつき無害化、まさに世紀の発見でした。これにより高速道路やトンネルなど二酸化窒素の多い場所の空気を劇的に変えることができる。研究チームの、そしてエステーの夢が大きく広がる中、会社ではまず第一弾としてこんな製品を発売。その名もクリアフォレスト車。これは車の中に入り込んだ二酸化窒素を除去してくれる製品。つい2ヶ月前10月に発売を開始しました。有害物質を除去することで空気を変えるという社会的にも意義の高い発見をしたエステーですが、実はその取り組みはトドマツの森がある北海道の産業にも大きな貢献を果たしていました。原料となるトドマツは日本国内では北海道にしか生えていない樹木。現在60年前に植えたものを建材として利用するため盛んに伐採が進められていますが、使われるのは幹から切り出した材木のみ。残った葉や枝は廃棄に大きな手間と費用がかかるため森に放置されたままの状態でした。いわば全く利用されていない資源。クリアフォレスト車の開発はそんな未利用資源の有効活用も実現していました。エステーの取り組みについて北海道知事の高橋晴美さんに話を伺いました。北海道は森林面積が圧倒的に広くて日本国全体の4分の1を占める森林王国なんですね。で、いろいろな木材の活用とかやってるんですけども、枝葉の部分っていうのは今まであまり有効活用されてなかったんですが、そこのトドマツのそこの部分をしっかり活用して世の中のためになる製品が作れるようになったっていうのは本当素晴らしいことだと思ってます。枝葉の新たな利用法を見出したことは北海道の林業をサポートすることにもつながっていました。釧路市内にあるこちらのプラント、トドマツの油を抽出する作業はここで行っています。地元の林業会社株式会社北斗と協力して設立したというこの施設、回収した枝葉を細かく粉砕したら、これを専用の機械へ。この機械の中で加熱することで油を抽出、最後に香料を加えるなどして製品の形に仕上げています。